五国丸は大阪商船が南アフリカ航路へ投入するために建造した火客船のうちの一船。火客船として使用されないまま日本海軍に徴用され、太平洋戦争では特設巡洋艦となるが事実上輸送船として運用される。後に正式に特設運送船に転じたが、1944年11月10日に潜水艦の雷撃に愛沈没した。 大阪商船が南アフリカ航路へ投入する初めての新造船として、計画、建造された報告丸及び愛国丸に続いて、建造され、当初は広告丸と命名されていた。しかし、発音が広告丸では、広告丸と紛らわしいことから、建造中に五国丸に改められた。優秀船舶建造助成施設の対象となり、建造費用の補助を受けている。 建造期間が1941年12月8日の真珠湾攻撃による海戦をまたいだことにより、本来の過客船として商業航海を行うことは叶わず、報告丸及び愛国丸とは姿を大幅に改めて竣航することとなった。具体的には、デリックポストを2つ減らして2機とし、装飾窓はほとんど閉鎖、客室も大広間に統一された。 浸水式の写真では、デリックポストは3機以上あり、浸水式より後に2期に限じられた。五国丸は春工後湘南に進出し、ここで愛国丸及び特設巡洋艦成長丸と合流して、第五師団の一部をラバウルへ輸送することとなった。12月2日、湘南を出港し12月12日にラバウルに到着するも、輸送した舞台諸ともまだん、上枠攻略の 無謀作戦にそのまま転用される。12月13日付で、第8艦隊の指揮下に入り、12月16日にラバウルを出撃。軽巡洋艦天竜と、成長丸は、上は国、五国丸は愛国丸と共に、マダンに向かった。部隊は12月18日から、B、B-17、B-24 の爆撃を受け続け、午後に至り爆弾一発が命中して、 箱を生じさせ、全部デリックが使用不能となる被害を受けた。夜に入ると、アメリカの潜水艦アルバコアの来撃で天竜を失うものの、マダニーの部隊上陸に成功して12月20日にラバウルに帰投。その後、日本本土に帰投した。1943年に入って、早々、五国丸は新たな輸送作戦を行う。 ニューギニアの戦いに投入される第24弾を輸送する兵1号輸送において単独で輸送作戦に従事し1654名の自民党およそ4000個里の物資を輸送して1月12日に富山を出撃し上枠に向かう1月17日に雷撃を受けるも被害なく1月17日から19日までパラオに停泊の後1月21日に 上枠に到着。5時間半で、揚陸作業を終えた五国丸は、1月27日に、佐世保に帰島。艦発入れず、兵3号輸送にも参加し、太島に開港されて、第9戦隊の軽巡洋艦、大井及び北上、特設運送艦さぬき丸及びがら丸と共に第一輸送隊を構成し、第41師団主力を上枠まで輸送した。しかし、 途中のパラオで編成外が行われ、五国丸は愛国丸及び成長丸と共に、第二輸送隊を編成。2月19日、第二輸送隊はパラオを出港して、上枠に向かうが、干渉外に出たところで、アメリカの潜水艦ランナーの魚雷攻撃を受けるも、水上偵察機の対戦攻撃により、ランナーを損傷させてことなきを得た。第二輸送隊は2月22日に、 ウェワクに到着し、物件を陸上げして、任務を完了。この時点で、すべての輸送作戦は終了し、五国丸は、スラバヤに向かった。スラバヤ方面や南洋方面でも兵員及び、物資輸送に任じた。秋に入り、五国丸は、第17師団をラバウルに輸送する定2号輸送に、水上機母艦、秋津島、清澄丸及び特設潜水母艦。 平安丸などと共に加わり、9月24日に上海を出撃した。護衛として、駆逐艦三雲と巻波及び響きが同行した。この間の10月1日付で、特設運送船に類別変更される。トラック諸島を経て10月5日から6日までラバウルに停泊。任務終了で五章に戻った後、今度は、 第17師団の残余兵力を輸送する日野と4号輸送に、清澄丸及び、第14戦隊軽巡洋艦中とイスズと、第2輸送隊を編成して参加した。10月21日に、上海を出撃後、アメリカの潜水艦シャードの魚雷をかわし、トラック諸島を経て、ラバウルに向かうが11月3日に空襲を、受け成長丸が、航行不能となる被害を受けた。五国丸は、 被害なく11月4日にラバウルに入港し、翌11月5日のラバウルへの空襲にも遭遇するが、ここでも被害はなかった。二度の任務を終えて、クレに帰島後、クレ海軍交渉で特設巡洋艦としての兵装や装備品などを取り外す転換工事を行い、五国丸は明日ともに特設運送船となった。この時、デリックポストの数が4機となり、 姉妹船と同じ配置となった。五国丸の特設運送船としての初任務は、マーシャル諸島方面への輸送任務が予定されていた。セメントなどの資材を搭載して12月27日朝に、特設運送船君川丸とともに、由良うちを出港して、横須賀に向かう。しかし、昼頃に、潮の岬沖を投降中、君川丸が、 アメリカの潜水艦トートグの雷撃により発射された6本の魚雷のうち1本が命中し大破する被害を受けて、後落ち、五国丸はそのまま航行を続けたが、深夜になって、アメリカの潜水艦ガーナードの雷撃にあった。ガーナードは魚雷を4本発射し、うち1本が五国丸の一番戦争に命中した。五国丸はそのまま航行を続け、翌12月28日に、 横須賀に入港した。五国丸は1944年2月から5月までの間は朝の選挙で修理が行われ、修理を終えた後は文字に開港された。6月20日、五国丸は日67戦団に加入してマニラに向かった。6月30日にマニラに到着後、日67戦団から分離し、ダバおよびサンボ案外の輸送任務に就く。 7月25日に、マモレイチ戦団に加入して、高尾を経て、文字に帰稿し、8月25日には、非73戦団で南に下る。9月1日に非73戦団と分かれて、マニラに入港し、2役を終えた後特設運送船各丸、陸軍特殊船、キビツマルとマモレイ3戦団を編成して9月10日に、マニラを出港する。途中、 日72戦団と合流して、文字に向かうも、日72戦団は9月12日に、アメリカの潜水艦、グロムラーパンパニとシーライオンのウルフバックに捕まり多大な被害を出した。戦団は、3ーアに、開港の上、顔ぶれを改めて9月16日に出航するが、9月20日に、B、B-24 の攻撃を受けて、各丸、特設運送船朝か丸、 解剖艦ミクラと共に被弾損傷し、四番戦争と左玄側推進軸が損傷して、最大でも11ノットの速力しか出なくなった。五国丸は、なんとか、高尾に到着して仮修理の後キールンに開港され、キールンでも待機を兼ねて修理が続行される。そのキールンには、駆逐艦の響きがいた。もっとも、9月6日に、 琉球正気で食来して損傷し、左エート魔工で応急修理が行わて、キールンに開港されていたが、天候不順により、上院に赤痢患者が発生しているというありさまだった。五国丸は、そのような状況の響きの護衛を受け、11月7日に、愛前後して、日本本土に向かうことになったが、響き関内で赤痢が一層蔓延して、一刻も早く、 させぼに急がなければならなくなる事態が訪れる。響きと別れた五国丸は単独航行となった。11月9日、夕国、宝庫諸島魔法へ向け南下中の第4航空戦隊と第31戦隊は北上中の五国丸と遭遇した。五国丸は単独航海で護衛はなかった。五国丸から必勝を祈るの信号が送られ、日向は ご期待に沿わんことをキスと変身した。11月10日、未明、北緯33度23分06秒、統計129度03分08秒、北緯3 3 3 8 5 0零度、統計1 2 9 0 5 2 2二度、3 3 3 8 5 0二1 2 9 0 5 2 2二の古式東近海を単独航行中の五国丸を、アメリカの潜水艦バーブが、 レーダーにより探知する。バーブは全速力で接近し、先行の上3時32分に魚雷を3本発射した。バーブの魚雷は2本が五国丸の機関室と2番戦争及び3番戦争の間に命中し、五国丸は左に傾いた。バーブは浮上し、 これを見た五国丸は美砲で反撃するが、バーブは3時53分と3時54分にそれぞれ魚雷を一本ずつ発射して先行した。しかしこの二本の魚雷は命中しなかった。4時9分、バーブは4度目の攻撃で魚雷を一本発射し、魚雷は五国丸の4番戦争に命中。輸送指揮官、水野幸吉大佐は全員に天皇陛下万歳を放送させて、 対戦を命じ、乗組員は原則より安夜の海中へ飛び込んだ。五国丸は間もなく選手を直立させて沈んでいった。輸送指揮官、水野高吉大祭下乗船兵員47名、乗員60名、台湾からの特別志願兵隊便乗者217名、計324名が戦死。1945年1月10日に除席及び開洋された。 ありがとうございます。